ニコ・クラニチャール、ニコ・クラニチャール、ニコ・クロン・ハカー、1984年8月13日隊は、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、現クロアチア・ザグレブ出身のサッカー選手。無所属。ポジションはミッドフィールダー。NK ディナモ・ザグレブで、デビュー後、2005年に、ライバルのハイドク・スプリトに移籍し、国内の2つのビッグクラブでプレーを経験した。移籍は、 議論を読んだが2006年の夏にポーツマス FC に移籍しすぐにハイドクスプリトを離れた。ポーツマスでは中心選手として活躍を続けたが2009年9月にポーツマスの監督を務めていたハリー・レドナップが指揮を取るト,トッテナム・ホットスパー FC へ移籍した。ロベルト・プロシネチキの後継者として脚光を浴び、父、 ズラトコが監督を務めていた2004年8月に A 代表デビューを飾った。以後、2006FIFA ワールドカップ、エウロ2008、エウロ2012と主要大会に3度出場した。父が SK ラピートビーンに所属していたため、幼少期をオーストリアで過ごしたクラニチャールは、オーストリアのパスポートを所持している。そのため、EU 圏内の選手と同じ扱いを受ける。 ユースのキャリアの大半を NK ディナもザグレブで送った。クラニチャールは、後に、同クラブのトップチームで17歳の時に最年少で、首相を務め、16歳で、プルバエイチエンウェル初出場を果たし、また最年少得点も記録した。デビュー年の2002から03シーズンは、リーグとカップの2冠を達成し、翌シーズンもカップ戦のタイトルを獲得した。そのような活躍から、 ファンの人気を集め、フランス代表のジネディーヌ時代と比較されるようにもなり、また、新たなズボニミールボバンとも呼ばれるようになった。2005年初めにディナモ・ザグレーブの経営陣と対立し、困難な状況に陥っている中でライバルである、ハイドクスプリトのスポーツディレクターの,の手助けにより、同クラブに移籍することになり、スタディオンポルドで行われた公式発表には1万人以上の ファンが詰めかけた。加入後、安定したパフォーマンスですぐさまファンから人気を集め、加入1シーズン目の2004から05シーズンに、自身2度目となるリーグタイトル獲得に貢献した。その活躍から、国外の様々なクラブから獲得の申し出があった。ものの、敗読残留を決意し、翌2005から06シーズンのリーグ戦で、チーム最多の10得点を挙げた。 2006FIFA ワールドカップ後、世界中のメディアがクラニチャールを取り上げ、フランス一部のスタッド・レンヌやスペイン一部のセルタで、B5 等といったクラブが関心を示した。2006年8月に、レンヌの移籍金450万ユーロのオファーを、ハイルクは断ったが、同日の31日に移籍金350万ポンド、520万ユーロ、で、ポーツマス FC と4年契約を締結した。 2006年10月1日のトッテナムホットスパー FC 戦アウェイ1から2敗北で90分間フル出場でプレミアリーグ初出場を飾り2007年3月31日のフラム FC 戦で先制点にして遺跡後初得点を挙げ加入1シーズン目は24試合に得点を記録した次のシーズンは FA カップのタイトル獲得に不可欠な選手となっていた 2008から09シーズンの初めには AS モナコからの1200万ポンドのオファーを断ったとの話があったがモナコ側はこれを否定した。クラブが残留争いをする中で2009年2月12日にクラニチャールはポーツマスを離れビッグクラブへ移籍したいという自身の希望を明らかにし、それにこうしてアーセナル FC やモナコからの関心噂された。さらに エバートン FC のデイビッド・モイーズ監督も見ける、アルテタが長期にわたり離脱していたため、代役として獲得に興味を示した。2009年8月には契約を1年残すクラブとの契約延長の話を拒否し、来シーズンのオフにクラブを退団する意思を明らかにした。移籍期限終了間際にトッテナム・ホットスパー FC と4年契約を締結し、2009年9月1日に、 正式発表された。遺跡金は非公開だったが250万ポンド程度と推測されている。エバートンもオファーを出していたことが明らかになったが、トッテナムを選択した理由として、エバートン以上の伝統と偉大さ、かつて指導を受けたハリー・レドナップ監督の存在、同胞のルカ・モドリッチとベドラン・チョルルカから、クラブの素晴らしさを聞いたことを挙げた。 マンチェスターユナイテッド FC 戦、ホーム1から3敗北で、初出場。2009年9月26日のバーンリー FC 戦、5から0勝利で、初先発、10月4日に、アウェーのボルトン・ワンダラーズ FC 戦で、初得点を記録し、以後、11月22日に、ジャーメイン・デフォーが5得点した、ウィガン・アスレティック FC 戦、ホーム9から1勝利、 12月16日に2得点したマンチェスターシティ FC 戦ホーム3から0勝利2010年3月22日に決勝点を挙げたストークシティ FC 戦アウェー2から1勝利と得点を重ね活躍する一方でガレスベールの対等により徐々に先発出場することが難しくなっていた2010から11シーズンは完全にベールにとって変わられていたがベールが 負傷離脱した際の限られた出場機会の中、ホワイトハートレーンで先発出場したボルトン戦2から1勝利とアウェーでと出場したサンダーランド AFC 戦2から1勝利で2試合ともに決勝点を挙げた。2011から12シーズン前のミルトン・キーンズ・ドンズ FC との親善試合5から3勝利で35ヤードから得点を記録する活躍を見たが、 控えの状況は変わることがなかった。2012年6月6日に FC ディナモ・キエフと4年契約を締結。遺跡金は非公開だが700万ポンド程度と推測されている。遺跡決定後のクラニチャールはディナモ・キエフとの契約が幸せとする一方とってナムでの生活は失敗だったことを認め、またディナモ・ザグレブ在籍時の2003年に ディナモ・キエフが自身との契約に関心を寄せていたことを語った。第5節の FC ボリン・ルーチック戦と9月14日の FC カルパティリビュー戦でそれぞれに得点を記録した。シーズン前半は好調のまま過ごしたが、11月に再発した足首の古傷の痛みで年内すべての身を欠場した。3月にクロアチア代表チームから復帰した以降は出場機会がなかった。 2013年9月2日、恩師、ハリー・レドナップ監督が指揮する、クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC へ、トッテナム時代の同僚だったブノワースイコールエコトと、トム・キャロルと共に、レンタル移籍し、素刑部の問題により、シーズンに出遅れたが、ヨービルタウン FC 戦でデビューを果たした。ミルウォール FC 戦で、初ゴールを挙げた。2014年7月1日に、 ローン満了でディナモキエフに復帰したが、9月1日にローンで再加入した。2016年、再びディナモキエフに復帰した後、ニューヨークコスモスに移籍した。しかし、外国人選手枠の問題により、スカットに入ることがかなわず、わずか7試合の出場で退団した。2016年7月1日、スコティッシュプレミアシップ復帰を果たしたレンジャーズ FC と2年契約を、 結んだ。リーグカップのマザーウェル FC 戦でデビューした。2018年3月23日、双方の合意の下契約を解除した。U-16、17、19、21と各年代の代表を経験し、2004年8月18日のイスラエルとの親善試合で A 代表初出場を飾った。二千六 f i f a ワールドカップヨーロッパ予選で 中心選手として9試合に出場し、ブルガリア戦の代表初得点の1得点を含め2得点を上げる活躍を見せた結果、eurosport.com が選定するワールドカップで注目の若手選手にリオネルメッシ、ルーカス・ポドルスキ、サリー・ムンタリラと共に選出された。2006 FIFA ワールドカップでも活躍を見せ、グループステージ全3試合に出場した。 父、ズラトコが代表監督を退任してからも、エウロ2008予選で、中心選手として、全12試合に出場し、2得点を記録した。そのうちの1得点を予選最終節のイングランド戦、アウェー3から2勝利で長距離かあげ、イングランドを予選敗退に追い込む活躍を見せた。その後、本大会に向けたスコットランドとの強化試合では、ケニー・ミラーに、 同点弾を決められ1から1の引き分けに持ち込まれたが、その中でクラニチャールはペナルティエリア内から素晴らしい先制点を挙げている。本大会ではグループリーグの2試合と準々決勝のトルコ戦で先発出場した。2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のサッカーカザフスタン代表戦で得点を記録。エウロ2012の一員としてグループリーグ全3試合に出場した。 2008年7月18日に結婚し、2011年3月7日に長女を授かった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。